誰と一緒に行こうかな。データは大事だからな、しっかり見ておけ。どこへ行こうかな。やらせるかよ。私たちの勝ちだね。あれは何だろう。誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。あれは何だろう。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。ショコラの好きなチョココロネを持ってきたよ。すみません、ショコラは今出かけてまして。ああ、そうなんだ。ところで、どうしてショコラがチョココロネ好きなのを知っているんですか。この間、食料を探していた時に言われたの。もしチョココロネを見つけたら、絶対俺によこせって。ショコラらしいですね。おやすみなさい。
誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。誰と一緒に行こうかな。気になるものはある。蹴りをつけようぜ。えい！てん！やった！あれは何だろう。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。チョココロネならもうないよ。ギク。なんだお前かよ。いるなら声をかけろよ。他のパンなら余ってたと思うけど。いや、いいよ。おやすみなさい。好きなんだな。好きっていうか習慣かな。それに綺麗にするのって楽しいよ。そうなのか。君は家事が得意だからね。
ルーン、おはよう。おはよう。それって俺の服だよね。ありがとうね、いつも。ううん、気にしなくていいよ。私が好きでやってることだから。今何か。プールの方から音がしたね。なんだろう。なんだよここは。人間だな。新しく飛ばされてきたのか。早川先輩。おお、黒井か。お前は部活サボって何してるかと思えば。いやいや、先輩こそ何やってるんですか。ここがどこだか分かってるんですか。バカ、そんなの分かってるに決まって。ここはどこだ。何の騒ぎだ。大輔。おお、光一。お前なんだよ、いなくなったと思ったらこんなところにいたのか。大輔、濡れた服のままくっつくな。久々に会った親友に冷たいな。おい、そういう問題じゃない。なんなんだこいつ。お前知り合いか。ちゃんの友達で、和也くんの部活の先輩。お前ら、こんなところで何やってるんだ。それはこっちのセリフですよ。大会前の大事な時期に遊んでる場合じゃないだろ。大輔、黒江は遊んでいたわけじゃないんだ。詳しくは後で説明するから、まずはお前の状況から話をしてくれ。どうしてここに飛ばされちゃったんですか。俺にも何が何だか。部活の朝練が終わって教室に戻ろうとして、気がついたら水の中に。つまりは先輩も飛ばされたってわけっすね。とりあえず東屋に戻りましょう。このままじゃ早川先輩が風邪をひいちゃう。サンキュー、高一の彼女。え、大輔。あれ、違ったっけ。大輔、彼女にはちゃんとした名前があるんだ。悪い悪い、やっぱり変なやつだな。で、結局はそのゼロとやらを退治すればいいのかな。退治するのが目的というよりは、帰るポイントを探すため、ついでに戦うってことだ。なるほどね。あいつ、すげえ調子がいいけど、何
権力ってあるのかよ。早川先輩の剣道の腕は確かだ。俺が保証する。全然強そうに見えねえぞ。おい、そこのちっちゃいやつ、何か言ったか。ちっちゃいやつってなんだ。ああ、悪い。さっきまでちっちゃいやつって意味。お前らでっかくなったりちっちゃくなったり、変なやつだな。変なのはお前も一緒だ。ショコラ、落ち着いて。そうだ、落ち着け。お前が言うな。とにかく、早川先輩、ゼロには気をつけてください。わかった。これからよろしくお願いしますね、早川先輩。ああ、こちらこそ頼む。誰と一緒に行こうかな。誰と一緒に行こうかな。気になるものはあるかい。やらせるかよ。許さないんだから。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。
なんだ、ショコラのお腹の音か。ちげえよ。やっぱりショコラじゃない。お腹空いてるんでしょ。なんかなかったかな。いらねえよ。あ、あった、さっき取っておいたんだ。なんだよそれ、ホイルなんかに包んで。だからいらねえって。これチョコなんだけど。あー、そう、ショコラいらないんだ。チョコいる。いらないって言わなかったっけ。嘘、嘘です。そんなこと全然思ってません。ふん。ああ、もういいからよこせ。しょうがないな。はい、あーん。の、なんだよそれ。ほーら、口開けて。やめろ、そういうのはなしだ。嘘ついた罰だよ。くそ、お前俺が恥ずかしいの知っててやってんな。ほら、チョコだよ、ショコラ。しょうがねえな。はーん。おやすみなさい。誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。蹴りをつけようぜ。やっ。この野郎。うわっ。私の番ね。調子に乗るんじゃねえ。えい。やった。あれは何だろう。誰と一緒に行こうかな。ど
こへ行こうかな。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。伸びたんじゃねえ。うわ！見てんじゃねえよ。しかも笑いやがったな。ごめん、つい。ショコラってばそんなに身長を気にしてるの？なんだよ、悪いのかよ。悪くないけど、なんでかなーと。男としてちっちゃいのはなんか嫌なんだよ。私より全然大きいじゃない。それでもだ。ショコラ、くそ、なんでこんな話。俺はもう寝る。じゃあな。一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。